まず始まりました森哲チャンネル。さあ受けてきました第288回トイック公開テストの感想言っていきたいと思いますね。はい、どうだったでしょうか。まあやっぱり、都内のね大会場だったわけなんですけど、あ、大変だったな。そう、すごい大きい部屋で、今回はですね、まあ列が振られてるんですけど 1,2,3,4,5 で1だったんで、来たと。これね、時差体質なんで大会場って来た、やった、1来たからこれ早く退場できんじゃないのって思ったんですけど、でもね2回あったんで分かんねえなーって思って、自分のとこだったらいいんだけどなーって思ったけど、やっぱり違う回からの退出でした。だから1になったはいいものの、他の回が退出し終わるまで出れないから結局出るのが遅かった。でしかも他の階の方がもっと大きい部屋なんだよね。だからね、嫌だったな。はい。まあそういうこともあって、途中トイレ行ったんですよ。あ、行っとかなきゃって思って。でも今回終わった後にトイレタイムありましたね。トイレが行っていいですよっていう。なんだよ、それあんのかよ。今までないから、トイレ行けなくなると思ってね、途中で行ったのに、リーディングの時。でもびっくりしたのは、初めてトイレ行ったら人がね、いたんです。まあこれはあることなんですけど、で、その人出てったら、今度また別の人が入ってきたのね。これは初めての経験です。同じ時間にこう3人いるってないね今まで。でもその後に最近検温されてたけど、別にトイレ行っても検温なかったですね。そのまますぐ戻れた。まあということがありました。あとあれか、今日の試験監督知らなかったね。受験票しまわせてたね。受験票出してていいんですよ。知らないんだなって思った。さてさて、では今回の難易度を公表していきましょう。288回ですが、フォームはですね複数ありますので、同じ問題を解いているとは限りません。はい、同じ午前だからといって、まあ、共通問題はあるんですが違う問題はあります。で今回全体的には、やりやすかった、解きやすかったなぁと思いますね。間違ったところは分かんないなあ。リスニングでちょっと聞き逃したのはあったんですが、リーディングも多分全部いけたと思いますって言ってもね、それでも1問とかミスして満点を逃すことが非常に多いので、ちょっとどうなるかなんですが、はい、では行きます。まずパート1ですね。パート1は、あ、ちょっと難しかったね。これでいいのって思うのがあった。まあ消去法でそれっきゃないと思うけど、こんな表現使うんだっていう問題があったんで、ちょっと難しいなと思った。多分まあ、あとは多分多くの人が、あの写真の人が女性か男性か分かんねえよっていうのはあると思いますね。まあ答えには関係ないですけど、そこは分かんなくても。で、パート2は特になんもなかったですね。もうはいはいはい、変化球もはいはいって感じでした。あ、昔のオーストラリア人の男性の声出てきましたよね。あ、って思った。で、パート3が普通、パート4も普通だったと思いますね。ただ、一箇所、二人掛けの席で隣いたんで、一箇所ね、思いっきり答え言ってる時に、シャカシャカシャカってやってね、なんつったんだろうってなったのがありました。隣の人の騒音で聞こえなかった。でもまあ、状況から考えたら、まあ、これしかないでしょっていうので選んだんですけど、これはまあ、やっぱり長年のトイックを受けてる感覚からこれだろうなと思って、答えは選べたんですが、まあ、もしかしたらそれは間違ってるかもしれない。まあ、場面はね浮かびにくいのはありました。それを皆さんちゃんと解けたらなって思いますね。パート4も同じですね。場面が浮かびにくいのがちょっとあった。だから、ね、面白かったっていうか、って思ったのは、パート5やってる時に思いっきり答えになるやつがありましたよね。2問？いや、3問あるか、合計で。なんかリスニングにあったぞっていうのが3問あって、で1つはパート4の選択肢か、 A と B、 選択肢 A と B の表現がパート5で正解の選択肢だった。でそれもね近かったんだよ。なんか1問挟んでだったかな。なんかこういう感じで2つの語彙問題の正解が思いっきりパート4に出てた。並んでですかね、しかもね。だからあれさっき見たぞこれって思ったやっぱりそう、公式問題集とかね勉強するときも同じ表現たくさん出てきますから、ぜひですね表現パート5じゃないところに出てくる表現も覚えておきましょう。そうするとこうやってパート5で役立つことがありますからね。はい、続いてじゃあリーディングに行ってパート5ですね。まずパート5はまあ普通なんだ、まあやや優しいかな。だいぶ早く終わった、いつもより。ただやっぱ満点つぶしっぽい問題はあるので、一般の受験生にとってはちょっときつい問題もあるって感じですね。うん。一個あれだよね。大学入試までで習わない文法事項というか、出てきましたね。これ結構使ったりするんですよね、ネイティブはね。でも、文法書には載ってないですね、普通ね。
っていうのがあったんですけど、まあでも全体的にはやや優しかったですね、いつもより。で、パート6普通ですね。まあちょっと文挿入問題でやっぱり悩むものがあるね。状況分かってないと、あれこれ両方いけちゃうんじゃないのみたいなのがあったりもしたんで、場面がやっぱり分かんないとっていうのが大事ですね。文脈の問題が結構厄介だったと思いますね。それは語彙問題もそうでした。あと文法でかなり面白い問題がありましたね。いやまあ今までのね受験で企画で坂井さん呼んでますけど、それの中で解説したことがある文法事項が出てましたね。坂井さんが間違えた文法事項、どの動画だか忘れちゃいましたけど、だ見とくといいですよ。私のなんかいつも結果発表とかしかねしてないと思ってるかもしれないですけど、いろんな問題解いてる動画ありますから、それねで間違えたとこ解説してるっていうのがあるんで、それ見ておくとトイックにも役立ちますよ。やっぱ最近はね、文構造をきちんと把握しないといけないっていう問題が増えましたからね。パート7に関しては、まあ普通だけど、やっぱ読む量多いんで、あ、今回初めて4問付きが一番最初に出てきたね。普通最初って2問付きなんですよ。最初の文章って2問問題がついてるやつなんですね。3問のことも若干あるかもしれないけど、4問っていうの初めて見た。4問付きから入るんだって思って。へーってびっくりした。最初にね、困らせる気満々だなと思って。まあ、レベル的にはそこまで高くなかったですけどね。その4問とも。で、進んでって、やっぱ照らし合わせ、推測多く感じましたね。割合が推測のやつ。サジェスティッドが多かった。あ、2問連続でサジェスティッドがあったりもしたね。なんでちょっと難しいのかなって思う、その辺が。ただね、やっぱね、予想通りに進む問題が多かったですね。ああ、これが正解なんじゃねえのってね、答えの根拠まだ見つかってないけど、多分これが正解だろうって言って、その根拠を後から探しに行くっていうのね、特に照らし合わせの問題、やっぱ多かったですね。ああ、またこのパターンだ、またこのパターンだっていう感じでした。やっぱトイックをたくさん受けて慣れてるってことが重要だなと思いましたよ。やっぱトイックルートの出てますから、ぜひ見といてください。今日もやっぱね、試験会場でね、ちょっとこの参考書違くねとか、その単語帳あんま出ないっしょって思ったのもあったんで、やっぱ参考書選びは重要かなと思います。そう、ただね、まあ出ることは出るんだなと思った。その前にいる人がずっとこうやって参考書読んでたんですね。でこう後ろから見えるんで、で、並んでる単語をこうやって見せたんですよ。いやー、随分とあんま出ない単語が並んでんなーと思いながら。ただ、どうせ公式教材とか他の単語帳を参考にして作ってるから、出るのもあるわけです。ああ、これか。こんな並びで出してんだ。とかって、ああ、これは大事だけど、これ全然大事じゃないとかって見てて、大事だけどって思ってたやつが、そのパート5のね、正解になってたんですよ。で、おお、さっき目の前で見てた人のやつが正解になってる。でも解けたかなと思いながらね。はい、使い方わかんないと解けないよと思いながらね。意味わかっても。っていう感じで見てましたけどね。その辺も面白かったな。さあ、どうだったでしょうか。受けた皆様ですね、ぜひ感想をお聞かせください。取れるかな満点、今回わかんないですけど。で、これからまた6時からは生配信やりますので、そちらも見てください。今回は武田塾イングリッシュの池袋校と渋谷校の校舎長がやってきてくれますので、それぞれね、午前と午後で分かれて受けてますので、お楽しみにしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.